上大静脈とは上半身の血液を集めて右心房に流れ込む短く太い静脈である。なお、下半身の血液を集めているのは下大静脈である。上大静脈は上肢や首や頭からの血液を集めている右と左の腕頭静脈が合流してできる。また、右心房に入る直前に胸郭からの血液を集めている。 気蒸脈が心臓の上側の右前方から合流している。上大静脈と腕頭静脈には右心房に至るまで弁がないので、右の心房収縮と心室収縮が内径静脈まで伝わる。この白動を形状脈圧といい、強さ入突筋を通して観測することができる。三線弁逆流が起こるとこれがかなり強くなる。発生の途中まで、 肺の静脈はほぼ左右対称であるが、心臓が発達するにつれて、静脈系は右側に偏って発達する。この時右喪主静脈と右前主静脈の一部から作られるのが上大静脈である。左前主静脈は退縮し左喪主静脈は、感状静脈道として、心臓側に残り感状静脈の管流に預かるようになる。まれに、 左前手静脈が残っていることがあり、これを左上大静脈依存という。さらに右側も閉塞せず、左右両方に上大静脈がある場合は、重複上大静脈と呼ばる。この時左上大静脈は、感状静脈道を通って、右心房に入ることがほとんどである。上大静脈が悪性腫瘍等で閉塞すると、血痩動ぜ、負腫などの症状が出ることがある。 これを上大静脈症候群という、上大静脈の閉塞時には気静脈や内胸静脈が側腹血行炉として発達する。ありがとうございます。